パリ・サンジェルマン、PSG のブラジル代表 FW ネールは、来季も PSG でプレーを続行すると主張す。とともに、チームメイトの FW キリアン・ムバに対しても残留を促した。フランス、TF1 が、同選手、インタビューを伝えている。今シーズンの PSG の合わせはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料、試し実施中、2017年夏に加入した、PSG で主力として活を続けているが、スペインへの復帰など移籍、噂も絶えないネイマール。だが、ここですごく、セダ。PSG に残りたいと思っていると残留の意思、明言している。ムバッペに対しても、残留を持ち、ていると思いたいとコメント。もちろんサポーターも望んでいることだ。僕らは、PSG が素晴らしいチームになることを願っているし、ここでやっていることを続けていきたいと語った。ムバ、ペト自身は、兄弟であるとして、ピッチ内外で関係の強さを強調。一緒に、プレーするのが大好きだ。彼の最高のプレーを引き出したい。僕ら、彼のことを、ゴールデンボーイと呼んでいる、だ。本当に、黄金のようだよと攻撃のパートナーに賛辞を送っている。ムバッペについてもレ、ルマドリードやリバプールなど、様々なクラブへの移籍の可能性が噂され続けている。ねえ、ル、ムバッペともに今季を終えれば、PSG との契約は残り1年となるため、クラブは契約延長に向かった交渉を行っていると伝えられている。りょう。